明日から残念ながら稚内が雨ということで、いかにも漁師みたいなあんなあんねや実際。なるほどなるほど。はい、ノシャップ岬到着。ジャパンコーストガードって書いてあるから、これ海上保安庁やな。マジで何にもないのにむっちゃ観光客いる。はい、おはようございます。なんとか生きてます。昨日はね、こんな感じで誰が使ったかわからないマットをね2枚重ねにして、その上に誰が使ったかわからない布団を置いて、誰が座ったかわからない絨毯を半分にして枕にして、誰が使ったかわからないこの寝袋を布団にしてました。ありがとう。まあでも快適に寝れたし、無事に翌朝を迎えることができた。枕だけはね、自分のタオルを使うことによって清潔感を死守したから、で今のところ体にアレルギー反応はなし。全体的に何らかのシミがついてるから、これもちょっと怪しいよね。自分の寝袋とかあるんであれば、もう超快適に眠れると思う。トイレと洗面台は謎に綺麗やから。ミツバチの家、すごい面白かったね。見た目は掘ったて小屋やけど、中身も掘ったて小屋か。すごい面白かったわ。ありがとう、ミツバチの家。どうこの天気、稚内でこんだけ晴れてるって珍しいんじゃない？できればね、今日はね1日かけて動画編集をする予定やったんやけど、明日から残念ながら稚内が雨ということで、で稚内ね、昨日雨降ってなかったんやけど、雨降ってない状態でも死ぬほど寒かったのよ。これ雨降ったらやばいなと思って、命の危機を感じて今移動をしております。宗谷岬があまりにも試される大地すぎてどうしようもないね。もうほんま周り350キロぐらい何にもないからさ、だから350キロを走り切らないととりあえずどこにも行けないわけよ。バカじゃねえのほんとここ。ということで稚内を少しだけ観光をしてからとっとと逃げます。今日行くのはね、ゲストハウスガコッポみたいな小学校を改築したゲストハウスらしい。電波入らないぞ。ソフトバンクはどうかなみたいなこと言ってたから、大丈夫かそんなところで。でもね、そこまで行くにもね4時間ぐらいかかんねん。もう宗谷岬っていうか稚内あかんで、これ稚内すごいじゃん。あらー、あんな旗、いかにも漁師みたいなあんなあんねんや実際。大漁みたいに書いてあるわ。まず稚内観光1か所目、稚内港北防波堤みたいな、面白い建築様式の防波堤があるらしいから、それをもう一瞬だけ見ます。5秒ぐらいで、その後にね、あの最強のウニ丼カラフト食堂ミツバチの家に書いてあったんよ。で、あの家の情報は本物の情報やと思っていいから、カラフト食堂今営業してんのかどうか見てみたら、今も幸いやってるっていうことやったから、最強のウニ丼を食いに行きます。ここのウニは間違いないやろ。だってもうこれやもんね。これ漁船やからさ、ここで取ってで連れていくんでしょ、ウニをそのお店まで。もうお店まで10分よ。死にたてよ、絶対うまいやろ。お店で死ぬ感じやわ。いや期待できるね。北防波堤が近づいてきております。稚内は小さいな。なんやかんや言うて人口5万人やねんな、ここ。あー、これこれこれ、おお、ここはイタリアか。これ確かにすげえな。あら、防波堤じゃん、降りないわよ私。降りずに行っちゃうからね。なるほどなるほどなるほど。ちょっと上見てみるか、どんな感じになってんのか。防波堤ってことやからもうそこ海よな。昭和55年に改めて完成したってことが、通称ドームですって。そのまんまやな。ちょっと前を走り抜けていきましょう。おお、なるほどなるほど。ああなるほど。ああそういうことか。稚内港防波堤であの宗谷岬待ちをしてるバイカーのテントを張るんよね。なるほど、賢いな、偉いな、賢いな。稚内港北防波堤でした。はい、じゃあカラフト食堂でウニ食べよう。はい、カラフト食堂がもう近づいてきてると Google は言ってるけど、不安やなこの辺張ってんのが。普通のウニと生ウニってどう違うんやろ。これ、あ、これや。うわ、ウニ丼、五色丼、カラフト、すっげえなこれ。またレトロな趣じゃないですか。いいですね。生ウニ丼、生ウニ丼シリーズ2808円より、なかなかの値段や。入り口って書いてある、入り口に。は、本日仕込み分完売のため早め閉店しました。またのご来店お待ちしております。いやー、はい、時間が節約できました。行きましょう。はい、ノシャップ岬到着。宗谷岬の方が北部にあるけどね、生ウニ丼食べたかったな。港屋さん営業してるな。ウニ丼あるやん、2400円。なぜか今だけ 20% オフで2400円。元値がおかしいんじゃないのか。先着10食まで2400円。ちょ聞いとくか。3000円高いな、3000円高い。2400円ってまだいけるんですか。はい、いけます。じゃあお願いします。思い描いていた通りのウニ丼が来た、嬉しい。
まさにウニ丼って感じのウニ丼やったね。うまかったな。2400円はむちゃむちゃ高いけどね。ウニ丼としてはまあ標準なんやけど、一食分の値段としては俺すげえ高く感じるから、そうそうこんな贅沢はできないけど、うまかったな。はい、で次はね、稚内観光最後ですね。もう結構今時間が押してんねん。なんでかっていうと今日ね、走る予定じゃなかったから、ずっとパソコン作業してたんやけど、明日の天気をチェックしたところ雨っていうことでもう走らざるを得ないから、こういう事態になってるんやけど、明日ここへ死ぬからここ行ったら。稚内最後の観光地は、成城っていう、稚内のデパート、イオンモールみたいなところがあるらしいから、そこちらっと見てみたいなっていうのがね、稚内ね、チェーン店が何にもない。イオンもなければドンキもないし、コンビニもセイコマートしかなくって、ものすごい独自の店舗が地位を築いてるエリアで、娯楽施設もね、高速道路っていう娯楽施設があって、そこはカラオケと漫画喫茶とゲームセンターとっていうのが融合したような施設なんやけど、もうチェーン店ではないからね、それも完全に個人店やから。高速道路は昨日行ったんやけど、まあまあ普通にゲーセンとカラオケと満喫やったなって感じやったから、あと DVD のレンタルもあるのか、だからまあもうあえて行く必要はないかなと思ってるんやけど、正常はね、言うなれば稚内のイオンモールということで確認できればなと思っている次第でございます。これはちょっといろいろ生活に困りそうやからね、住みたいとは思わないけど、日本最北端でこれだけの規模の街が出来上がってるっていうのは面白いな。利尻ジャパンコーストガードって書いてあるから、これ海上保安庁やな。あら、あ、うわ、砲台ついてるやん。前に2個ついてるわ。通りでイージス艦の雰囲気あるわけや。アンテナ何本立ってんね。これはすげえな。戦闘艦か。本物の海保や。海猿の人たちやね。これ中入っていいんかな。不可能な事情船。あ、違う。許可なく本艦、本船の立ち入りを禁ずる。そらそうやろ。おー、すげえ。これが海上保安庁。かっこいいな。あら、壮観やな、これ。漁船かっこいいなぁ。こんなんあるやろ、ものすごい借金して買うんでしょ、みんな。もうね、漁師さん、家買うのと同じぐらいの覚悟で買うもんね。数千万の借金をして、船買って、で、うん十年間でローンを返していくって感じでしょ。かなりの賭けよなぁ。まあでも、それぐらいしないと成功はつかめないんやろうけどね。でも、チャンスをね、見極めるのが難しいよな。それがチャンスだったとしても、つかめてないからね、今のところ。とっとと借金して家買えばいいのに。アホやな、東京なんか絶対物価上がんねんから、そんな買っといても損することはないやろ。はい、斎場。ここはね、稚内市民の憩いの場らしいからね、あの高速道路と斎場の二強らしい、稚内は。普通のデパートやったわ。はい、現在ね、稚内市から宗谷岬に向かってるところなんやけど、あっちでしょ、あの辺でしょ、多分最先端でもう見えてるもんね。でね、現在の時刻が4時15分ということで、これもうどうしよう。でもここっても明日雨降るやんか。だから門別か北見とかその辺りまで逃げたいんやけど、北見まで行こうと思うと5時間かかんねん。今4時15分やから、5時間かかったらさ、何時、もう計算できんわ。門別までも4時間かかんのよ。ありえんよな。ありえんわ、マジで。俺の出発時間がありえん。でも明日雨やから、しょうがないから。ありえんわ、北海道は。北海道っていうか、宗谷岬がありえん。明日の雨をしのげる場所を確保しないといけないんだけど、明後日以降も微妙に天気が良くないから、ちょっとね、環境のいい場所を確保しておいて、そこでしばらく作業をするっていう形にしたいと思います。なんでね、予約したとこや、ガコッポさんね、電波入らないみたいなこと言ってたから不安でしょうがないな。電波入らなかったら俺何にもできんぞ。だからね、ガコッポをキャンセルして別のところを予約した方がいいかもしれないと思ってる。いよいよ、あら、あー来た、わー、むっちゃいるー。なんでもない、ただ一番汚なだけやのにむっちゃ観光客来てる、やばいー。うーわ、マジで何にもないのにむっちゃ観光客いる。しかもやることもないから写真撮るぐらい、来たよっていうあれをするだけのため、もう思い込みでいいレベルやろ。それやのにわざわざみんな本当に足を踏み入れに来るんやね、これすげえな。何しに来んのみんな。じゃあ見に行くよ。じゃあ見に行くけど、見てどうすん。日本最北端でございます。寒いわ。宗谷岬公園、公園なんや一応。はい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